えー、皆さんこんにちは。えー、レクセン人講師の弁理士の吉村です。えっ、ー、と今日はですね、口、えー、述試験は軽視すると失敗します。口、えー、述突破のための3つのポイントということで、えー、お話しさせていただきたいと思います。であの無料講座なんですけれども、あの口述合格のためにあの必要なね有益な情報をあの包み隠さず漏れなくあのお伝えしようと思ってますので、あの最後まであのお聞きいただければ幸いです。 で大体今から1時間ぐらいお話しして残りの20分か30分ぐらいあの質問にあの答えさせていただくような時間を設けさせていただきます。であの使用するレジュメなんですけれどもお手元にございますでしょうかはいもし生クラスの方で、えー、お持ちじゃない方は、えー、後ろの方のスタッフさんに、えー、お伝えいただければと思います。 ズームの方はどっかに多分あのアップロードされてて、えー、ると思いますので頑張ってダウンロードするかあの開くなりしていただければと思います。でですねえー、と まずいろいろお話ししなければいけないことがあるんですけれどもでで今日はねあの一応ね最新のね口述試験の現状ということでね直近のやつの,、ね、あのどんな感じだったかっていうのもね後で説明させていただこうと思います。でいろいろ、ね、お話しさせていただこうと思うんですけれどもまずね口述突破のための3つのポイントの前に口述試験に合格するためには何が必要なのかっていうのをねこれを見ていきましょう。 であの特許庁のねその便利試験のページを見るとこんなことが書いてあります。えっと「特実いい、e、賞」3科目あるんですけれどもそれぞれまあ大体10分から15分ぐらいで試験が行われるんですよ。でそれぞれの、ね、科目について採点基準 ABC ゾーン方式として ABC つけていくんですよね。で A が一番よくできましたよで B がまあ普通にできてますよ。 で、c があの答えが不十分であるとで abc つけます。で、3科目終わった状態で合格基準っていうのはですね。c 評価の科目が2科目以上ないことというのが合格の条件になってます。で、まずね。これを押さえましょう。で、ここから言えるのはまず a は取り行かなくて大丈夫なんですよね？これね。コンスタントに b 以上取り行くような勉強が好ましいということになります。 野球に例えるならばホームラン打つよりもコンスタントにヒットを打っていくようなねそんな感じのそのなんか勉強とかねが好ましいということになります。でもう一個言えるんですけれども C 評価の科目が1科目であったとしても他の科目が B 以上だったら受かるんですよね。だから C 取っちゃう時もあるんですよ例えば あの例年特日「い」「章の順番であの試験をね受けることになると思うんですけれどもあの講述試験、ね、むっちゃ緊張するんすすよすごく緊張して特日でもうあまりの緊張のあまりうまくしゃべれなかったと、うん、普段の力を出すことができなかったとか言ってなんかねあの次の次の 教室、衣装商法では頑張ってくださいねみたいなこと、最後、われちゃったりすることとか結構あるんですよ。で、それ、頑張ってくださいねっていうのはまあ、言いかれば、特実は残念ながら C だったんだけれどまだ合格の可能性あるよ、衣装商標は B 以上だったら受かるから頑張ってねみたいなことなんですけれども、実際ね、そんなこと言われる人が毎年います、で僕ね、あの再現を毎年ね、あの目通させていただくんですけれども、去年もいました。で、そこで諦めちゃだめなんですよ。 でダメなパターンは「うわっ口述簡単って聞いたけどむずいじゃん」みたいな「結構大変じゃんこれ終わったわ」って言ってそのなんか特実の悪い雰囲気を衣装商標に引き継いでしまって衣装商標も,もうその流れを変えれずにダメみたいなか駄目だったみたいな方があの口述落ちるパターンの一つとして存在するんですけれどもそこでね頭を切り替えていただきたいんですよ。 もしねあの試験当日特日ダメであっても異章商標で B 以上取れば受かるんだとこっから変えるぞって思ってくださいで多くの場合あの試験あの特日 E 章の問題ってあの不公平にならないように大抵ね一教科難しかった場合には他の科目がね比較的簡単な問題が出たりすることが 多いんですよね。そんなふうに調整されたりとかしていることが多いので。特実難しくても意匠商標取れる可能性がありますので、頑張りましょう。っていうことで。C. が一科目でも受かります。B. 以上。B. 以上をコンスタントに、ね、できる限り取り行くような勉強を心がけましょうというのが一つ言えます。で、次ね、じゃ、あ A. B. C. D. どうやってつくんだって話なんですけれども。 特許庁のホーームページにでこれこのなんか出てきた本なんぞやって話なんですけれども一番新しい最新版の「令和5年度版弁理士試験講述アドバンステキスト」ってやつですねこれがねもうレックの各校舎とかねあの通販で買えますので。 もしかったらねあとててでね申し上げるんですけど口述勉強の一番初めにやるべきことかねこの過去問のインプットとアウトプット確実にできるよってことな,なんですよねなんでね過去問必須ですのでもしよかったらご購入ください。なんかねなんかあのさっき社員さんのお話聞いてたらねなんか申し込んでくれた方にはアドバンステキストプレゼントだったりとかするのでこれね まあこ,こ,だここだけなです、結構高いんですよね、これ定価6600円とかって結構、無視することができない金額なんですけれども、ね、これあの、無料ね、サービスもやってますので、もしよければねあの、有効活用していただければと思います。で、ちょっと話戻しまして、特許庁のホームページにこんなことが書いたんですよね、はい。答えがよくできている場合 A、答えが普通にできている場合 B、答えが不十分である場合 C って書いてあるんですけれども。 これが、ね、あの実際の受験ではここんなことが言われてますで例年ね各科目あの10問とかね去年は少なくて6.6問だったんですけどもなんかまあ6問から10問ぐらい問題が出るんですよ。で制限時間10分とかでその10分の中であの最後の問問題まで全問、ね、いけるかかどうかもしいけた場合には原則 B 以上。 もし行けなかった10分の間にあの最後の問題まで行けなかったら C っていうふうな採点が行われていると思われます。でねあの7年ぐらいに1回あの制限時間内にですね3教科とも最後の問題まで。 行ったたんだけどなぜか落ちちゃいましたみたいな人が、ね、5年から7人ぐらい1人ぐらいいるんですけれどもまあね話を聞いている限り今のが当てはまります本試験の5分から10分ぐらいのねその試験のあじゃあないよ待って10分のね試験の時間の間に6問から10問の問題を最後までいけば B 女がつく。 という,ふうになってますでね今年のねこのね便利試験対策講座のパンフレットがね結構デザインいろいろ凝ってて今までと違うことがいたんですよね去年までと違ってね「口述試験は最後まで回答できなければ合格はない」で。でこのことですねこれね各科目最後の問題までね回答できなければ C がついちゃいますよっていうことはねこれ,これ意味してます。 なんで、ね、10分間の間に最後の問題までいくようにしましょう。で、えっとね,ね3回ぐらいチャイムが鳴るんですよ。でまあ正確には分かんないですけど、まあ、試験時間10分だとして1回目のタイムがね7分とか6分ぐらいの間になるんですよ。チリンチリンチリンって。したらねあそろそろ終わるんだなっていうのが分かるんですよね。でそっからら1分後ぐらい だから8分目ぐらいのところに2回あ8分目か9分目ぐらいのところに2回目のチャイムが鳴ります。ってそろそろ終わってくださいみたいな感じになります。でもねまだねちょっともんが続くんですよね。で3回目のチャイムが9分とか10分の時になるんですよ。でそしたらもう強制終了で もうね次の受験生産んやんなきゃいけないのでもう試験のこの特許特実とかの試験はそこでもう強制終了ですはい終わってじゃあ次の荷物まとめて次の教室行ってくださいみたいな感じになります。だから3回目のチャイムが鳴るまでに最後の問題までね「特実は以上ですお疲れ様でした」みたいな感じになれば B 以上だみたいな感じで思っていただければと思います。でこれがですね 客観的な事実ですねこういうのが必要ですじゃあね今からじゃあこれをねあのそんな感じで過去科目 B 以上ね取っていくためにはどうすればいいんだって話なんですけれどもここでね口述試験合格のための3大ポイントということでね3つ挙げさせていただいてますで括弧こ1が条分青本で括弧こ2がね過去問プラスアルファ で,カッコ3で場数を踏むでございますでねそれぞれ重要なので、えー、お話しさせていただきたいと思います。でねまず括弧1条文がお本でねここが一番重要でございます。あのあの1時間ぐらいねお話しさせていただくんですけれども一番重要なのはここだけは押さえて帰ってくださいねっていうのがね ここでございます。口述試験のお約束でございます。ここだけね。重要なんで、えー、蛍光ペンで線引っ張らせていただきます。まずはね。何か聞かれたら条文の言葉でね。答えるようにしましょう。で、中にはね。理由趣旨だったりなんかね。あの条文で答えることができない問題があるんですよね。で、それについては可能な限り青本に記載されている言葉で答えましょうと。と っていうのがお約束でございますでねちょっと補足するとあの意証商標では審査基準青本青本じゃなくてね大切な言葉が審査基準に書いてあったりとかするので審査基準に記載されていることを答える必要も場合もあったりとかします。はいじゃあねこれなんでね条文で答えなきゃダメなの何で青本に記載されていることを答えなきゃダメなのってお話しさせていただきます。でね あの試験会場ねどんな感じになってるかっていうとあの毎回毎回ねそのホテルの一室なんか一人シングルベッドがまあわかんない、ね、まあホテルのねなんか一室があってそこでねよ呼ばれて入っていくんですよ。でそうするとえっとね試験委員が2人座ってますテーブルがブワーってあって。 2人座っててここにまあ、主さんの先生。こっちにね。福さんの先生が座ってます。で、ここのテーブルに去年まではね。そのコロナ対策でこういうなんかアクリル板があったらしいです。アクリル板があって、それであの3メー3 m 離れた位置。ちょっとあの zoom の方は分かんないんですけど、生のクラスの方だとあの青いシャツの方ぐらいのとこに。 椅子あのテーブルと椅子があの辺に座られますこの,このくらい離れた状態で問答するんですよね「特実については何について伺いします」「何々についてお答えください」みたいな感じでこんな感じで問われます。で主にねその主査の先生と副査の先生が何かね紙を見ながらねあのなんか問いかけするんですよ。で主査の先生が問いかけます。でそれに対して副査の先生は こっちの方で、ね、こんな感じで紙持って受験生さんが何か答えてくれるじゃないですかでそれに対してねこうピッピッピッってやってるんですよピッピッピッって。でなんかねその口述試験の採点とかねをその客観的にね行うためにその問題とね回答のこんな感じのね紙をねあるんで用意されてるんですよ。 特実問題でそれに対するアンサー1で9二問題2アンサー二点点点でこんなのがまあ,あの6問から10問ぐらいあってあのこれをそのまま読み上げてここに書いてあることを答えれば次の問題いきますみたいな感じになってるんですよね。じゃあねそのここのアンサー部分に何が書いてあるかっていう話なんですけれども。 講述試験ねあの結構なんか主観が入っちゃダメみたいなねできる限り客観に公平に行いましょう行うのが好ましいですよってことになってるんですよねじゃあここに何が書いてあるか最も信頼性の高い情報が書いてあるんですよね最も信頼性が高い情報って言ったらまあ法律の試験なので法律の条文が書いてあるんですよ条文の言葉が書いてありますであと条文の言葉にないもので まあ次になんか正当性があるとか信頼性が高い情報といえばなので一般論としてあのここのね審査官が持ってるこの回答欄に条文とかね青本の言葉で書かれていることが多いんですよね。あと ここに行ってね。行ったことを言えば、次の問題に行くみたいな。風なことになってるんで、条文が本の言葉で答えた方が次の問題に行く可能性が高くなるんですよね。で、実際あの。ちょっと今近いこと言ったんだけど、すいません。条文の言葉でもう一度お答えください。とかだったり。 キーワーワドがちょっと違うな何か別の言葉言えないかなみたいな感じで青本の出てくる特有な言葉をが言えるまでずっとあその言葉が出てくるまで通さないみたいなことがあったりとかします。でこんな感じでねあの試験委員が持ってる回答用紙にチェックリストにね青本言葉の青本とかね、えー、条文の言葉が書いてあるので条文青本で答えることができるように。 準備をし条文あおんの言葉で答えることができるように練習しましょうっていうのが口実合格のために、ね、一番重要なことでございますでね自分の言葉でね答えればいいんじゃねっていう人が結構いるんですよ。でそんなね条文な言葉必要ね,ねえだろうと。あのだいたい自分の、ね、理解を まあ相手に伝えることができれば、それで十分なんじゃないって考える方もねいらっしゃると思うんですよ。えかくいう。私も受験時代そのように考えていて、何を隠そう。口述試験落ちました。僕 <laughs> でね。口述試験をね。僕すごい舐めてて全然勉強してなかったんですよ。で、その現金原因の一つとして当時ね。口述試験簡単だったんですよ。ちょうどね。あの。 ちょっと前まですごい難しかったんですけどここ,ここ最近皆さんご存知の通り口述の合格率ってむっちゃ上がってるじゃないですか一時期ねこんなむすげえ難しい時あったんですよでも今90%以上で推移してますよね一昨年ちょっと90%で難しかったんですけれどもまあ95%以上で20人にお1人落ちるかどうかでしょだこんなのね 勉強しなくてても余裕だろって思っ思たわけですよで当時僕20代後半ぐらいでまだちょっと頭の回転もね比較的早いんじゃないかと思って過信してる部分があってだとね周りの先生もねまあ口実なんかそんなねなんか勉強しなくて大丈夫だからなんかね人間としてまともに受け答えできれば受かるからみたいなこと言われていて僕口実模試とかで全然できなかったんですけど。 うん、大丈夫大丈夫人間としてまともに受け答えできるから受かるよとか言われてて「あそうなんですね」とか言ってそれを真に受けて勉強しなかったんですよ。でそれがね全然そうじゃなかったんですよね。弁理士試験験の受験生さんんんってみなな真面目なんですすよちゃんんと勉強するんですよねでそ,れにあのそれと比較してちょっとなんか条文の言葉が使えなかったり青本の言葉が使えなかったりとかすると何かね だダメなんですよなんかそこでなんか相対比較でなんかね不利になっちゃってなんかねダメでお落とされちゃったんですよね。でまあそれでそっから僕1年間ぐらい口述っていうのはどうやって受かるんだとどういうことが必要でみたいなのを研究して、まあ、仲,間仲間落ちでね当時ね50人ぐらい落ちたんで東京で20人ぐらいその落ちた人集まってみんなで勉強会とかやってねでまあ翌年無事合格しそれからですね なめちゃいけないぜとちゃんと勉強しようぜと俺みたいに甲仏落ちちゃダメだよっていうねこういう活動をまあそれからね17年か8年ぐらいずっとやっておりますでねこれも何かの縁ですので口仏試験ね絶対なめちゃダメですよあのしっかりねあの勉強して対策して臨んでいただければと思いますでねおそらくねこの会場にいる皆さんとかズームで見てらっしゃる方は大丈夫です こう論文試験終わって2週間経ってない状況で意識高くあの来てるじゃないですかだから皆さんは多分大丈夫これね見てないどこかにこうずつ簡単だろうって思ってる人がいるんですよねそういう人たちに僕の声が届けばいいなと思ってます皆さんはだ大丈夫とでじゃあね次ねじゃあ条文・青本大切だと言ったらじゃあ条文・青本から勉強すればいいの みたいなふうに一瞬思うと思うんですけれども、条文が本ってむっちゃ量が多いじゃないですか。で、ただ漫然と見てても頭入ってこないし、何が重要かわかんないから。あの。勉強してもね効率悪いんですよね。なので、条文が本が大切といえ、どもいきなりね。条文が本を勉強することはお勧めしてません。じゃあ何をやるべきなのか、それが過去問でございます。 で、まず第一にですね。口述試験って、結構ね、数年前の問題を。ちょっと改変しました、みたいな感じの作りの問題が、すごい多いんですよね。過去問が本試で出るんですよ。で、なんか毎年毎年、まあ、違うんですけど、だいたいざっくり。あの本試の問題が。三割とか。四、三割から四割ぐらい出ます。なんかね、昔のね。去年の問題とか見てると。 17年度とか18年度とかなんか俺これ本詞の時に問われたじゃんみたいな問題がほぼ同じ問題出てその中のなんか前半部分が一緒で後半部分をなんかちょっと事例にしましたみたいな感じの作りのが多いんですよね。なんでね過去問が出るんですよそのまま。なんで差をつけられないようにやりましょう。でね便利試験の受験生さんって先ほど申し上げたんですけど。 ああもう全然ちょっと口実なんか全然勉強しないけど受かるよみたいな受かったよだから大丈夫だよみたいな感じのね周りのね職場にいる人のま合格者とかに聞いてそんなこと言う人いると思うんですけどその間に受けちゃダメですかねこうあのねみんなね勉強得意なんですよ高学歴でその勉強ねしてる人たちなんですよ,なんですよねだから普通にやってるんですよでそういう人たちってそういう人たちの中でねこう受けていくので。 この口アドンステキストこのね過去問に出てくるような問題は本番までにみんなほぼすらすら解けると思ってください。で本番までにこの過去問レベルの問題をほぼほぼほぼすらすら解ける状態でその新作の,その残りの6割ぐらいありますよね。でそれを制限時間内にその最後まで突破できるかどうかみたいなところであの合否が争われてます。でその過去問とかって。 まあ十分ななな時間をかかかけてややれれば取るるじゃないですかやれるじゃゃいいでですすだからねこれやってないとこいつなめてこ,うあこれやってないとあそこでねあこいつ勉強してないなって思っちゃうんですよね。でスケインの立場からするとほぼみんなこの問題解答してんのにあれこの受験生さんできないんだけどちょっとやばいかも。 なんか受からせたくないかもみたいな感じでちょっとね厳しめに当たられちゃったりとかすることが結構あったりとかするんですよね。ということで過過去去問問重要ですままず過去問やり込みましょうでプラスアルファっていうのは何ぞやって話なんですけどねちょ,ちょっと前まで口述難しいことがあったんですよ。であと口述2回目の人が結構多かったんですよね。で口述2回目の人とか結構多くてもう過去問やりきっちゃったし。 何やりましょう。みたいな人たちがけ結構いたんですよ。で、そういう人たち向けに何やるかって言ったらなんかね。過去問やるとですね。過去問も,もう極めた状態で、あのいろんなね。あの資料を見ます。じゃ、例えばね。そのこれが後述のね。このインプット講座で使うテキストなんですけど、口述オールインワンテキストって言って。 あの築城解説的にあの口述に必要な情報を全部まとめているものなんですけれども、まあ、端的に言ったのは書各条文があってでその各条文に関連するねあの口述で問われそうな青本とか改正本とか審査基準とかの知識をこう入れてオールインワンこれだけ勉強すれば OK みたいなテキストなんですけれども過去問やり込んだ状,状態でこれを見るとですねあれ みたいな感じなんかねこここここの前の本詞で問われたやつじゃん。でこれなんか全体の趣旨問われたんだから次なんかあの1個の趣旨聞かれてもおかしくないんじゃないみたいな感じでなんかねあの出そうなとこがだんだんねなんか予想できるようになってくるんですよね。なんで過去問や,あのや,っ,ちゃっ,たやっちゃった人はそんな感じでねあのちょっとあの過去問に出そうなところを。 広げてて勉強ししきましょうみたいなお話が「過去問プラスアルファなんですけれどもまあこれはねちょっとねあのちょっと近い話をするとまあその口述試験の,その勉強の範囲ってまあむっちゃ広いじゃないですか。まあ講述試験で勉強しなきゃいけない範囲こんだけあります。 特実遺書条約も聞かれますみたいな感じで広いんですよ。でどっから勉強するかって話なんですけれどもまず先ほど申し上げました通り過去問やりましょう過去問っていう点の部分が存在するんですよね点の部分過去問やりましょう過去問が出るからです過去問で差はつかないようにしましょうでこれあの担当とか論文でも一緒なんですけれども基本みんな 過去,過去問出たり模試で出た問題ってほぼ完璧に解いてくるじゃないですかでほぼ完璧に解いてきた状態で新作の問題解けるかどうかっていうところで担当とか論文の合否決まってたと思うんですけれども構築も全く同じだと思ってくださいもう基本ね出た問題についてはほぼ完璧に解,解けるよとでその上でなんかまあ,あの新作の問題解けるかどうかっていう勝負なので差をつけられないっていう意味でまず過去問やりましょうと。 でこれ終わったら何やるかって言ったらこのね周辺部分やっていくんです過去問の周辺部分何の,周辺部分なんのこっちゃって言ったらまあ一具体例なんですけれどもここの条文の1個が聞かれたっていうことは2個聞かれてもおかしくないから2個もいあの言えるようにしとこうとかね条文この条文の条文の知識は問われ,てなんだけど問われたんだけれどもまだけれどもまだ 理由とか趣旨ね結構有名なやつなんだけれどもなんか理由ととか趣旨聞か聞れてないとだから理由趣旨やっとこうとかあとねちょっと僕の時はですねなんかね商標の,あの不使用あの不取消し審判系のやつはなぜかね50条のね取消し不使用取消し審判だけずっと聞かれてたんですけど51条の審判が、まあ、聞かれなかったんですよなぜか。 で僕あの一年工事途中で1年勉強してたんで、まあ、50条完璧になるじゃないですか条不正使用取り消し審判完璧にな不使用取り消し審判完璧になってなんでじゃあ50条完璧にな,なった人は同じような感じでね51条以下の以降の問題がまあ問われるっていも、ね、いいように51条勉強しておこうということでちょっとね過去問の部分を広げてまあ51条をね勉強したところちょうどね僕が合格した年に51条ばっちり出て。 ますんなり受かったみたいな経験があったりとかします。で、こんな感じでね。周辺部分やっとくといいですよと。とで問題作る方もどうやって作ってるか？って言ったらこんな感じで作ってるんですよ。あの？昔のあのいきなりね。1から新しい問題作るのってちょっとリスキーなんですよね。どうやったら楽かって言ったら、あの昔の問題引っ張り出してくるんですよ。昔の問題引っ張り出してきてはあ、こんな感じの問題作ったのかと。 で全く同じ問題出すのもちょっと芸がないしよくないだろうからちょっと変えようと。でちょっと変える時にどうやって作るかっていったら1個を聞いたから2個,2個を聞いてみようとか1個聞いたからじゃあその今度は理由とか趣旨を聞いてみようとかこの3番以降のところを事例にしようみたいな感じでそんな感じで作るんですよね。だかかららこここんなな感じでで勉強すすするとと本のの問題当ててやすくなりますよねっていうことでもし、ね、この夏から このなんか聞いてる方の中で2回目勉強しちゃったあもう古術2回目とかだったりもう夏からがっつり勉強するので過去問終わっちゃったぜみたいなね方はそんな感じでね過去問の周辺部分をね自分でやるようにしてみてください。でそれがね過去問プラスアルファ出そうな範囲を予測することができるという問題でした。 でねちょっとね条文が本のところでちょっと言い忘れてたことがあるんでちょっと条文の話しますね。でね条文なんですけどちょっと前まであの条文見ちゃダメっていう試験だったんですよあ条文見ながら回答しちゃダメっていう試験だったんですよね。でそれがまあ数年前から条文集を参照しながら書いてあの回答して良くなりました。 残っちゃった話なんですけれどもまあ基本的にはまあ条文未来で回答していくんでですよでもその皆さんのその口述試験の本手の会場でまあここが皆さんの机でここにねあの論文の時に使った対応条文と同じものがドンと置いてあります。でまあこれを見ながら回答してもいいですよっていうことになってます。ただちょっと一個ルールーがあって条文を見るときは必ず すいません条文参照していいですか?」って試験員に聞くとで聞いたら「もう絶対いいですよ」って言われるんで「失礼します」って言って条文見るとで昔はね条文見たら閉じてから手を離して失礼しましたこれについては「高校高度高校です」って回答しなければいけなかったんですなので短時間の間でこの限られた5秒とか10秒とか15秒ぐらいになれる条文を覚えて 応じてから言わなきゃいけないので、条文を覚えなきゃいけなかったんですけど、今はそれがなくなり。条文を見ながら回答して良くなかったんで、ああ良くなったんですよ。発明の定義について述べてくださいって言われたら。わかんなくなっちゃったらすいません。条文参照してよろしいですか？どうぞって言われるので。失礼します。発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作の思考とのものです。 はいそうですねじゃあ次の問題いきますで次の問題いく時に必ず閉じて手離せって言われるんでその問題終わったら必ず閉じて手離してくださいでこんな感じで条文参照してよくなったんですよっていうことはその容量のいい方はあれこれ条文を覚えなくていいんじゃねっていうことになるじゃないですかでまあある意味そうなんですけどなんかねあの なんかあまあ条文見すぎるとなんかねそのまあ条文見ていいんですけど条文見ないで回答でき,できるに越したことはないんですよね。で受験生さんのレベルって結構高くてあの過去問でこの条文暗証問題みたいなのが存在するんですけどなんかこの条文暗証問題系についてはあの合格レベルにある人とかは条文見ないで なんかいいいいってきちゃいますだからねそなんみんなが結構行ってくるのに「すいません条文見ていいですか?」とかやってるとそこで時間も食うしなんかちょっとあんまりできないのかなっていう心象があ,たあの試験員に与えてしまうのでこのね条文あの過去問に載ってるような問題についてはあの条文を覚えた方がいいと思います。であとね これはさすがに条文見ないで言えよ問題があるんですよなんぞやって話なんですけどそれがね発明の例えばね一例で発明の定義ですね発明の定義大丈夫ですか皆さん弁理士試験の一番最後の口述試験で発明の定義言ってくださいって言われてすいません発明の定義よくわかんないですっていう人がいたらやばって思いませんかこれは受からしちゃダメだって気になるじゃないですか試験員の立場として みたいな感じでねこれがね覚えてなきゃ駄目なんです発明とは自然法則を利用した技術的思想ののの創作の思考とのものですでこのくらい分かるよ言えるよって思うじゃないですかでもねこれ24年度発明とは何ですかっていう問題が出て再現見るとね10人に1人ぐらいね言えてないんですよ。 例えば、ね、この創作のうちっていうのがね抜けちゃったりとかするんですよねこれね自然法則を利用した技術的思想の創作のうちコードのものなんですけれども創作のうちが抜けちゃってちょっとうろ覚えでねちののもですちょっと違うなもう一度言ってみてみたいなこと言われてあすいませんえっと自然法則を利用した技術的思想のうちコードのものですあ すいません条文見ていいですか」とか言って条文見て、まあ、この文言が言えたとしてもそっからねこれはやばいっていうことでなんかそのそういう風な受験生さんにはなんかその後の事例問題があったんですけど事例問題でなんかむちゃくちゃきつく当たられてなんか最後の問題までいけずに時間オーバーで終了みたいな人が結構ねいたんですよねだから、ねこのね、ある程度、ね、こんな感じでね。 覚えてななきゃいけないけ条,条文見ていい試験とはいえ。でちょっとね余談なんですけどなのでねある程度条文は見ていい試験と見,見ながら答えていい試験とはいえある程度やってた方がいいですよっていうお話でした。でね今みたいな話ここは覚えてないと駄目ですよとか過去にここのね あのこの辺が抜けやすいんで、まあ、気をつけてくださいとかでそのファーストフェーズではんかこんな話をその時間がある限りバーってした感じですここのここの条文のここが問われてここが抜けやすいんで気をつけてくださいみたいな、ね、試験員からここは必ず突っ込まれますんであやってくださいみたいなファーストフェーズでひたすらお伝えする感じですで見たいのがあ,れです、ね、あ,のあんまりそんなあの担当とか論文とかない,ない話じゃないですか でそれがまあ術特有のイをちょっとう18年ぐらいこう何かこの仕事やってるいろいろ研究してるんでその成果をお伝えしたいと思ってますでなんで条文はね見ていい試験とはいえ見ながら回答していい試験とはいえある程度やっていきましょうであとね青本ですね青本の理由趣旨って長いじゃないですかで条文と違って、まあ、覚えるの大変じゃないですか でね、これはね、なんかね、キーワードシステムが採用されてます。なんのこっちゃって話なんですけれども。なんかね、あの。例えば、なんとなくね。二十九条の趣旨について、お答えくださいみたいな感じで。試験員の持ってる回答欄に、このドンって書いてあるんですよね。そのまま書いてあるんですけれども。なんか、あの、試験員が。 当日30分前とか1時間ぐらい前にじゃあ今日これ出してくださいって言って問題と回答を渡されるんですよでレーンっていうのが存在するんですけれども各レーンでのなんか採点がねあの極端にそのなんか簡単だったり難しくならないようにするためにこの趣旨についてはここをこことこことここがキーワードなのでこことここの,この3つ言えたら丸にしましょう。 みたいなのをなんかちょっと軽く会議して決,まったり決めたりとかしてあのこれを言ったらあのッ OK ですみたいな感じでねでこのキーワードみたいなのが選定されるんですよ。でおおむねそのおそらくね決まっているその基準に従ってそれ入れたら OK みたいな感じで進んでいくんですよ。なんんで受験生さん側としてはだからねこの この、ね、キーワードがどれか分かんないんですけれどもここのキーワーワドが出てくるまででひたすすらうう言う感じですちょっと言ってみたらでね微妙に惜しかったらなんか特化調の立場から言えないかなとかねなんかそうじゃなくてこっちの観点から言えないかなみたいなヒントが来るのでそのヒントが来たらその誘導にのっとってだからこのキーワードが出るまでね永遠こんな感じでこうなんか問答が続くみたいな感じになってます。 なんでね、その青本系のこのキーワードを言えば OK って話なんですけど何がキーワードか分かんないんで,ですけどそのキーワードが言えれば OK なんですけどキーワードが当たるまでずっとこうなんかなぞなぞというかなんか連想ゲーム的なね言葉ゲームがずっとこう繰り返される感じで,でこれはねいある程度頑張ってインプットしようっていうのもあるんですけどアウトプットで練習することが大切です。たくさんそののアウトトプットの場で あのなんかまあこ,れこれを言えば OK みたいな感じでね、まあ、決まりがあったとして言えなかったとするじゃないですか言えなかったとしたら死があの,試験員の担当の、ね、方の方がヒント言ってそれに対してこれが言えるかみたいなねある程度何回かや,やり取りしてでもあのそれあの結構いい 言えなないいと精神的プレッシャーを感じるじるゃないで,すかでその精神的プレッシャーがあるんですけれども頑張ってくじけずに誘導にのっとって言うみたいなそれアウトプットの、ね、練習でこれやる必要がありますでねそれをちょっとね覚えておいてくださいだから青本系のやつは言えなくても終わったと思わないでください言えなくてもそっからが勝負ですであの再現見てると一発で全部言える人っていうのはもうほとんどいなくて。 近いこと言ったいや違うな何かの何別のことから言えないかなこういう言葉使ってなんかちょっと作文してみてみたいないろいろヒントがあってそれにのっとって頑張ってなんとか言ってくみたいな感じで受かってます。なんでねそれをねアウトプットの場でねぜひね練習していただきたいと思います。で,で条文と青本のちょっと補足の話でした。 でね、今までがね。そのインプットのお話ですね。で、インプットも重要なんですけども、3番でね。バカ数を踏む。このアウトプットが特に重要でございます。口述対策はインプットも重要だが、アウトプットが特に重要でございます。でね、これね。あの自転車。 どういう風に乗れるようになりましたか水泳どういう風に泳げるようになりましたかっていうのとちょっと近いですなんとなく理屈でねこうこうこうういう風うに手足とかを動かしてったら自転車に乗れたり水泳できるようになったりするんだろうなって座学で学んでもあんま意味じゃないじゃないですか実際その場で練習しなきゃダメじゃないですかだと論文試験もともちょっと似てるんですけど論文の講座を受けてこの手の問題が来たらこんなもん こんな感じの回答を書いてきますみたいなインプットしてじゃあその知識を得たまま論文答練とか論文模試受けてあの満足いく論文書けましたかっていう話なんですけれども始めはできなかったと思うんでですよ始めできなくても論文の答練とかだったら5回とか10回とかその所定のね時間短い時間で問題文を読んで答案構成し。 残りの45分ぐらいでぶわって書くみたいな練習を5回10回繰り返して初めてその満足いくようなアウトプットができるようになったと思うんですよね。それと結構っていうのがわかるじゃないですかまあ条文通り回答すればいいんだなとかねここがキーワードだからこれをねこのキーワード答えればいいんだなみたいなのがインプットしただけだとねいざね 口頭の場面で口頭、ね、ではいじゃあ何とかについてお伺いします何とかについて説明してくださいって対面で言われた時に結構答えるのってなんかちょっと違くて練習が必要なんですよねっていうことでアウトプットが特に重要でございます。であの弁事士試験験のの受験生さんんって基本そのなんかみなな真面目なので インプットは、ね、もう超得意なんですよ勝手にこんな感じでやってくださいって言えばみんな勝手にインプットしていくんですよ。でどちらかというとアウトプット不足の原因の一つとしては論文の合格発表終わってから約3週間後に本試験なんですけれどもだからまあ このズーム聞いていたりあのここにいる方たちは夏から、ね、準備しようっていう方なので大丈夫なんですけれども中には、ね、その去年の合格率96%以上なのでそんな勉強しなくていいんじゃねみたいなねそのこう論文の合格発表終わってから勉強すればいいんじゃねみたいな人たちが結構いらっしゃるんですよ。週間しかないんですよねで3週間だと まああじゃあざっくり1週間インプットして2週間アウトプットやろうとか言うんですけどアウトプットのねあの絶対量が少ないんで少なくてなんか落ちちゃうことが結構多いんですよねでねアウトプットできる限りねたくさんやっていただければと思いますであのこのねファーストフェーズ受けていただく方はねあの 毎年なんか自主ゼミやろうぜっていう方で特にこ生クラス生クラス受けていただく方にはせっかく集まってんだからやろうぜとか言って、まあ、水曜日にねあの授業があるんですけれども土日に有志で集まって去年とかだと56人が集まって「口述試験のアドバンスじゃない口述アドバンステキストの過去問を出し合う」みたいな自主ゼミみたいなのが。 あの開かれたりとかしてました。まもちろんまあ分離用なんですけれどもなんでね。その早めにアウトプットしたいぜっていう方はですね。そんな感じのあのファーストフェイズ受けていただければ、そういう環境もね。適用させていただきますので、ご利用いただければと思います。で、あとね。そのアウトプットが大切なので、アウトプットを。 なんかね、最大にするための、ね、工夫っていうのでね私のやってる、ね、セカンドフェーズっていうのを後で説明しますけれどもちょっとアウトプットをたくさんやる工夫がありますのでちょっと後でお話し聞いて頂いければと思います。でなんかねアウトプットの練習が少ないとさっき言ったその粘るところキーワードを言わなきゃいけなくてなんか誘導に乗るのが下手くそだったり。 でねまあ、ちょっといろいろね、まあ、テクがあるんですけれども基本ねそのなんか去年もそうだったんですけどヒント出してくれない時とかあるんですよヒント出さなくて分かんなかったらずっと沈黙が続いちゃうみたいな時とか結構あるんですけれどもそういう時どうすればいいかって言ったら分かんないけどね何か端的に言うんですよ。で自分でね あの会話のキャッチボールの棒を持ち続けてはいけないんですよね。ダメなあの回答の例がわかんないから、でもなんか沈黙埋めたいじゃないですか。だからえーとこここれはこうこうこうだからこうこうこうでこう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 とか言ってると回答が終わらないんで、その試験員がもうヒントとかオッケーとか出しづらいんですよね。で。 あのできる限りそり早くそのヒントとか OK とかダメとかいう合図をもらうために分かんないながらも酷だからですとかね妥当ではないと考えるからですみたいな感じで品質フレーズでね短く回答したりとか,なんかそうすると短く切ったのでそれに対してあっちからのフィードバックがあるじゃないですか合ってる間違ってるヒントも。来やすいんですよ。 だからそういう感じで答えましょうみたいなのがそのアウトプットのテクストとして存在するんですけどもそういうのがたくさんあるんですよ。でそういうのがちょっといまいち下手くそで落ちちゃったかなみたいな人が結構いらっしゃるんですよねだからね皆さんねインプットは多分ね大丈夫だと思う。ファーストフェーズ受けていただければもう十分なのでアウトプットのね講座ねたくさん取っていただければと思います。でもこれ用意ししてますし論文合格発表後に 各会派弁理士会の各会派がですね。無料であの論文の練習じゃない？口述練習会みたいにやってくれたりとかするんでで結構ね。すぐ埋まっちゃったりとかするんですよね。なんでそれね申し込んでいただいたりとかしていただければと思います。でね、ちょっとここでで。以上が口述試験合格のための3大ポイントでしたとでね。次におすすめの行動リストに行く前にちょっとね。去年の本誌どんな感じだったのか？っていうのを。 最新情報っていうことをねお伝えしたいと思いますで去年に行く前にちょっと今までどんな感じだったのかっていうのを説明しますねでね平成24年度あたりからにもうマックスでもこの辺難しくて平成26年で74%とかでむっちゃ難かったんですよ もっとか平成24年ぐらいの時に66%くらいで3人に1人落ちるような試験だったんですけどこの時ってめっちゃ大変だったんですけれども、まあ、90%以上になりましたと。であのね過去の,その大体私の体感でいうと90%を下回るような合格率の場合には。 もうちょっと論文のあじゃあ条文の言葉をちゃんと使って説明してくださいとかね条文の言葉じゃないんでもう一回ちゃんと言ってくださいとかアーホンのキーワードちゃんと言ってくださいみたいな感じのなんか縛りみたいなねな近いこと言っても通してくれないみたいな感じだったんですよこの90%下回る時の場合には。でここその平成27年とか8年からもう90%超えてるじゃないですか。だかからら、ね、この辺からもう、ね、条文通り じゃなきゃダメ青本通りじゃなきゃダメっていう感じではなくて結構ねゆるい言葉でもあんまり文句言われないで通してくれるみたいな感じが続いてたんですよねでね去年からまあちょっと90%下がったことから分かるようにちょっとずつねちゃんと条文の言葉使ってできる限り言ってくださいとか青本のキーワードをしっかり言えないとダメみたいな感じがあったんですよ だからやっぱり90%下回るとそういう感じなのか。であのこの予備校のねこのファーストフェーズとかセカンドフェーズとかして受けて,る受けてくるような受験生なんてもう絶対100%受かりたいっていうことでやってきてくれてるわけじゃないですかだからそういう人たちの向け,向けに合,合格率がどうなるかわからないので仮にねその難しかった時でも 受かるように合格率が、ね、90%以下を下回った時でも対応できるようにこういうとこが今まで問題になってきましたよとかねこのキーワードが大切なりに言えるようにしてくださいみたいなこと情報をね、まあ、お伝えしてたんですけれどもお伝えしてるんですけれどもまあそんな感じで、ね、ちゃんとやってたんですよ。で去年合格率、ね、96%。 95%以上だったんですよねで例年だとその再現を見ると、まあ、96%なのでなんかあんまりね試験委員からうるさいこと言わずになんか近いようなこと言ったら「あまあいいですねじゃあなんか近いこと言うじゃないですか」で近いこと言うと「それって結局こうこうこういうことですよね」とか言ってあっちが回答言ってくれて「はいそうです」とか言うとじゃあ次の問題行きましょうみたいな感じで。 次の問題行けたりする超ゆるいような感じが多かったんですよ去年はそうじゃなかったんですよ去年は96.4%なんですけど結構ね条文の言葉を使ってしっかり述べてくださいとかキーワード出るまで通しませんとかあとねこの辺のその平成28、29とかは基本ヒント出すみたいな感じなんですよもうなんか基本だーってヒント出してくれたんですけれども 去年とかはね96.4%なんですけどヒント出さない人は出さないでもうひたすら沈黙が続いちゃいましたみたいな人とかも結構参見されましただから基準としてはなんか90%以下の時ぐらいの結構厳しめの基準で試験やってるんですけどなぜか合格率は高いという感じでした去年はじゃあなんでね基準があのこんなに高くて 高めの、ね、ハードルが設定されているのに合格率が高,いんだ高かったんだって話なんですけれどもこれね問題数が少なかったんですよね結論を言うとあの、ね。去年の問題数を見てみると、まあ、特実印象賞で2日間あるので6問あったんですけど平均で6.6問でした。ちょっと、ね、字汚いいけど、えー、っとごめんなさい 去年の、ね、特許法とか八六六あ問題ですよね866686で平均ね6 6点あ6 66 66 6 6 6六六六問でしたでね例年ねこうちょっと汚くて申し訳ないですね令和3年のおととしのやつとかは12問9問6問10問12問わかんないやこれ汚くて見えない5問とかで平均9問でしただからねで例年ね10問ぐらい出てます なんでね、去年だけ急にね9ぐらいから6.6みたいな感じで問題数少なくなったんですよねだから問題数少なくなったからあのハードルは上がったんだけれどもその時間内に最後まで行く人が結構多くて合格率は高かったみたいな感じでした。ハードルは高かったんですけれども問題数が少なかったため合格率は 高いといいとうう結果になったっていう感じです去年はねちょっとあ珍しいそういう感じでしたじゃあそれを踏まえてどう勉強していくのかっていう話なんですけれども結論ねその,だからその条文がほんの言葉で答えることが求められることが多いので、まあ、条文の言葉でインプットしそれでアウトプットできるように準備していきましょうと。またですね事例とか あのパネモンとかリウシシとかで、ねまあ、詰まっちゃうんです絶対詰まっちゃうんですけれどもでヒント来ないことが結構多いのであれとりあえず何か言ってみて誘導をもらいつつあの次の問題に行くっていうアウトプットの練習やっていきましょうということで、まあ、基本はねあの例年通りの対策していければ OK みたいな感じです。 でねあとね、ちょっとおすすめ行動リストっていうのをね軽く説明させていただきます。でねそもそもね口実対策のしない人たちがいるんですよ口実簡単だと思って。でこれはね口実対策絶対やっていきましょう。口実にそんな簡単な試験ではないです。96.4%でしたけれどもそれは勉強しないで96.4%で受かったのではなく。 その比較的勉強好きなね論文試験合格者って選ばれしのでその勉強好きな人たちが勉強した上で96.4%なのでその辺ねあのちょっと間違えないでいただければと思います体感勉強しないで受けたら合格率で8割ぐらいじゃないかなと思いますはいで A を取りに行く勉強は不要ですコンスタントに B 以上を取りに行く勉強をしましょう私の知っている公述おうちの受験生さんで えとね、基本なんかね「条文とか本とか物足らない」と。であの商標法は「網野」っていう分厚い本があるじゃないですか白い。であれが好きだから僕は全部「網野」で答えるとか言って網野をずっと勉強してる人たちがいたんですよ。でむっちゃ詳しいんですよねその人を聞くとねすごいことを知ってるなと思っていろいろ詳しいんですけどその人は何 <laughs> でならば「口述」ではそういう試験じゃないんですよね。講術試験は 試験員にその僕はこれだけ知識があるよ分かってるよってことを示す試験っていう試験なんですけどもそれを示すために試験員が求めること以上のことを言っても意味ないんですよ試験員はその、ね、その問題と解答要素のこんなペアを持っててここにあることを言えるかどうかそれだけで判断してますので A に行く勉強しないと。 あの基本的な条文とか青本の言葉を使ってみんなが言えることをあの言ってこう言えるように準備していきましょうコンスタントに勉強をしましょうで自分のこた言葉で答えてしまうのはダメですまれにねあの自分の言葉で言ってもまあ近いからいっかとか言って通してくれることがあるんですけどもそれは運がいい時だけです。基本は条文 青本の言葉で答えることが求められていますのでできる限り条文の言葉で答えることができるようにインプットアウトプットできるようにしてみてください、はい、で、過去問が完璧台に向かわらず過去問以外のことを手出しちゃダメですよまずは過去問をやり込みましょうで、その便利試験とかねそのある程度難しい試験に共通するものなんですけれども過去問とか模試の問題とかほぼみんな1回出た問題っていうのはほぼみんな完璧に解いてくるんですよで、そのよう すでに出た問題についてほぼできるっていう状態があったまま新しい問題ができるかどうかっていうところで勝負が決まります口述スキルも一緒です格好もやり込みましょうで、アウトプットの練習が少ないのは良くないですよ皆さんインプットはできますただアウトプットの練習っていうのが結構少なくて落ちちゃう人が多いんですよねでアウトプットの練習しようとしたら家でできないじゃないですか実際このなんかよなんか 模試の会場とか、ね、当年の会場とか来てやから結構手間がかかるんですけれどもそこでね、えー、まあ大変なんですけどね頑張ってやっていきましょう今年もねコロナに、ね、なんないように気をつけてねいろいろこうマスクしたりとかシールドフェイスシールドしてねいろいろ頑張ってあの注,意あの注意してやりますのでねあの一緒に練習していきましょう。 アウトプットの練習の時期が遅い、できる早いできる限り早い時期からアウトプットの練習を始めましょう。で、これ何の話,話かっていうんですけれども、えっとね、アウトプットね軽くなんかねちょっと初めにやった方がいいんですよねっていうのはなんとなくえー、っとね、ちょっとこれはね夏からっていうかまあ,あの三週間で勉強 述論文合格後から勉強する人によくありがちなんですけれども残り3週間しかないやじゃあ初めの10日間はインプットして残りの10日間でアウトプットしようみたいな感じでやるとイインンププッットトのの質がが悪いとそのインプットが無駄になるんですよねで早い時期にそのアウトプットやってるとあ口述試験ってこういうことが問われてるのか。 なんで、だからこんな感じでインプットしとけばこんな感じでアウトプットできるよなみたいな自分の中のなんか方法論みたいのを初めに作っちゃうんですよねでそれ初めに経験するとインプットがね無駄になんなかったりとかするんですよねだからインプット早めにやることをおすすめします。で、で、えー、インプット早めにするってことで このね Zoom とか会場にいる皆様はファーストフェーズではねその自主ゼミっていうのでもう8月からねあの自主的に集まってやってる方がいらっしゃいますのでそうやってねアウトプットできる限り早い段階からやる機会あの提供させていただきますのでご活用いただければと思います。で「沈黙しちゃう」これね試験会場とか模試の話ですね。で年によってはもうね質問 助け舟出しませんみたいな年があったりとかするんですよね。で、その時に本当にね、なんかわかんない問題だと、しンっていうなんかすごいね、なんか。重たい空気になって、その沈黙がこう流れるんですよ。頭真っ白になるじゃないですか。で、その時どうするかって話なんですけれども、自ら積極的に打開、あの局面を打開していきましょう。で。まずね、その問題が条文。 見れば解決することができる問題だったら、すみません、条文見ていいですかって,言って、条文見て回答しちゃえばいいんですよね、これね。で、条文系の問題については、もう、もう、分かんなかったら、条文見ちゃいましょう。で、結構条文見るのを見ていいっていうことになってるんだけども。 見ちゃダメって言われたりとかかしてるから見たらちょっとあの採点悪くなっちゃうんでしょってことで見るのをためらう人がいるんですけれどもそれインプットの段階では条文見るできる限り見ないようにたくさんインプットしてほしいんですけれどもアウトプットの場でね模試とか本詞の場で条文見,見ないと回答できない場合にはずっと沈黙続いちゃうんですよ。でその場合ににはもううう見見ましょう見に行きまししょょ行き あの条文見てでも時間内に最後の問題までいけば原則 B 以上つきますので条文を見るのをアウトプットの場ではためらわないっていうのが大切です。であの実際試験委員やってる人の話を聞いたり本誌の再現見てるとあの試験委員やってた人の立場からするとしたらアドバイスとしてはなんか条文もうちょっと早めに見てほしかったなとかね時間が経っちゃうのがもったいないとであと再現見るとなんか条文系の問題で。 言えなかったりとかしたら条文にはどう書いてありますかとかね条文見ていいんですよみたいな感じでそんな感じの助け舟があったりとかするんでだから要はね条文見ていいってことなんですよ。だから条文見,見ちゃいましょう条文見れば解決することができる問題にはついてはで、条文見ても解決することができない問題があるんですよ理由趣旨とかですねで、これについてはねもうわかんないながらもさっきも申し上げましたけれどももっともらしいことなんか言うしかないんですよ でいろいろねテクがあるんですけども今日お伝えしたテクは「酷だから妥当ではない」とかって汎用的なフレーズをとりあえず短く言うっていうポイントですね。でそれに対して「いやそうじゃないなこういう観点から言えないかな」とかヒントがあったり「OK」だったりいろいろあるんでその,その誘導ってうんですよねで試験員の誘導がありますのでその誘導に乗って答えるそのキーワードが出てくるまで そのに誘導に乗り続けると何か言い続けるみたいな感じでやっていくっていうテクがありますでねその今言ったようなテクねをそのファーストフェーズでは築城解説的に説明していく中でねいろいろってテクを説明しますの短く答えるとか配理法とかねその仮にその規定がなかったとしたらこういう不都合が生じるからこういう規定が設けられてますっていう流れの。 ととかかかが多かったりすするんですよねだからそんな感じでもし何もアイディアが浮かばなかったとしたら仮にその規定がなかったとしたらこういう不都合が生じるためこうですっていうねあの感じで作ってみてくださいとか <laughs> なんかそういういろいろテクがあるんですよそういうテクをいろいろこうなんか毎回毎回お伝えしたいと思ってます。 でこれ初めに言いましたね出来が悪くて押し込んでしまい次の科,科目に引きずってしまうのはダメですよ。特でで本で、ね、ダメでも引きずらないと一科目 C でも他の科目が B 以上であれば受かりますので特実で悪くても気分をねあの難しいですけどね切り替えて衣装処分に臨んでいただければと思います。であとねアウトプットでね口実落ちる人ね結構多いんですけど形式面ですね。下を向いてしまったり 声がが小さい人が多い人多んですよでね前できる限り向きましょうデックできる限り大きくはっきり答えましょうでこれね口実は本当にあの落ちちゃう人にありがちなんですけれどもなんか正しいことを言ってもこんな感じでね僕,僕その仕事だからこうやって人前で話すことしてるので今できる限り 大きくくゆっくり、ね、はっきりしゃべってるんですけれども口述試験の答え方もこんな感じでちょっとよそ行きな感じでね人前でこなんか発表するようなプレゼンしてる時の感じでしゃべってください。って言われたらはい自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものですみたいな感じでやってください。でこれをその普段のプライベートのテンションとかでやっちゃダメなんですよね。で講述よく ある落ちちゃう人にありがちなのはちょっとうまくそれができなくてはあの発明について述べてくださいって言われたら自然法則を利用して技術的装置コードのものですとかやっちゃったりとかするんですよねで正しいこと言ってるんですけどなんか自信なさそうでなん,かなんかダメそうな感じがするじゃないですかそうするとね正しい回答を言ってるにもかかわらず「すいませんもう一度言っていただけますか?」とかなっちゃうんですよね。 なのでこれもねねアウトトプッでで練習しななきゃダメなんですよねでねこ,のこの癖ある人はね結構直しづらいんですけれどもちょっとアウトプットでねそのその毎回毎回そのわたそのセカンドフェーズ受けていただいた方には1回必ず私と1回か2回渡したちょっと問答させていただきますのでその時ねちょっともうちょっとこんな方がいいよみたいな感じで適宜あのあの。 アドバイスさせていただきますで今,今みたいなおすすめ行動リストをファーストフェーズではこの知識のねちょっと条文とかほんのここがポイントでしたよみたいなのを言いつつこんな感じのね小話挟んで進めさせていただきたいと思ってますでセカンドフェーズの話ですよねでファーストフェーズは今みたいな感じでインプットしていくよとで途中こうずつこねたの話をいろいろしていきますでセカンドフェーズのアウトプットはこれはね グループごとに本誌スタイル、本誌スタイルで問答するっていうのが、まあ吉村クラスの特徴でございます。関西はまあ、またちょっとベースですよ。豊岡先生が豊岡先生のやり方でやってんね。関東のこっち側ではね。こんな感じでちょっとこんな感じでやります。で、あの受験生さんと私ね。みんな含めて、あの4人ごとのグループを作ります。で、4人ごとのグループで各グループ。 A さん B さん C さん D さんってちょっと名前付けさせていただきます。で10分だだと思ってくださいで,10分,で10分の間大体ね6分から7分ぐらい質疑を通して23分公表とかするんですけれども A さんとか C さんにあらかじめねこの問題出しといてくださいみたいなの、ね、本質と同様かちょっと難しいめのレベルの問題を渡し,渡してきます。 で A さんがそれを B さんに出す C さんが D さんに出すで6分から7分ぐらいそれ出していただいて23分公表していただきますで次はね質問する側とされる側が入れ替わります第2ラウンド B さんから A さん D さんから C さんに今度は出題しこれ B さんが持ってる問題と D さんが持ってる問題またちょっと指定しますのででまたその質疑応答しえっと公表していただくとここをこうやったらもっとよくなりますよとここをちょっと間違えてたんでここをこずと。 正しい答えかえこんな感じですよみたいな質疑を落としていただくと、で第3ラウンドだったら今度はちょっと席外ですグループ外です。今度はね A と C、B と D がグループになります。で A、A がさっき出した問題をまた C さんに出していただく、今度は C さんに出していただきます。B さんが持っている問題は D さんに出していただきます。でこんな感じで各ラウンド10分で6ラウンドまでやったら1時間じゃないですか。練習の時間3時間なのでこれを3回繰り返すって感じです。 でこれのいいところはだからポイントは皆さんも出,出題者側の役員もやってもらうっていうことですよね。でこれやると何がいいかっていうとえっとね出題者側の,あの演じるので出題者側の気持ちを理解することができるんですよね。であとあの本試験スタイルでやるっていうのが重要です。10分とかね ちょっと10分よりもちょっと本よりりも本短い時間でやるんですけどもやっぱりねその論文のトーレンとかもそうなんですけども本詞と似たような問題を本詞の通りに時間計ってやるっていうのが重要じゃないですかだからそんな感じでね本詞とその同様の問題を同じような時間ちょっと時間短めですけどねちょっと時間の関係でやるって本詞試験スタイルでやるっていうのが重要ですだから単純計算でこの1時間の間30分話してるじゃないですかだから30分 3時間の授業で1時間半喋ってることになるんですよねざっくりした計算ででこれが全部で4回あるのでセカンドフェーズ全部受けたら6時間アウトプットできるんですよねまあこれはまあで,でかいですよってで他の講座よりも圧倒的なそのアウトプットできますのでこれ絶対その,の受験生さんと差をつけることができますのでアウトプット経験た,たくさん積みたいよっていうことはねセカンドフェーズあのおすすめさせていただきます。 であと、ね、異なるタイプの人と質疑応答する経験試験員にもいろんな人がいるじゃないですか実施ゼミとかね職場の仲間とかでやってもらうと、まあ、対その人向けのねなんかこんなふうに答えたらいいんだ癖みたいなの分かったりとかするんですけどもなんか本試験いろんな人がいるのでいろんな観点のこのなんか誘導があってそれに対して回答するっていうねいろんな人に対してこう経験してるとあこの試験員本試の場でねこの試験員このタイプだからこんな感じで答えようみたいな感じが何となくねそのなんか上手くなったりとかするんですよね。 でそういった観点から私も含めてこんな感じでねみんなで出し合う感じでやってますでこんな感じでねみんなでね頑張ってやってあの全員合格目指そうみたいな感じでやってますでもちろんねその僕のところでは僕はちょっと2問出し続けてちょっと僕ねちょっとこれだけは負けてないところがあるんですけど僕ねこの「口述の問答を」を多分日本一やってる男なんですよね。 その過去18年間ぐらいにわたって多い年だとね本当に200人ぐらいねこうやらせていただくとかってだからその量だけ僕も負けてないのでその経験に基づいてここはいいここはダメここするともっとよくなりますこんな感じで答えたらいいですよみたいな感じのね、うん、あのアドバイスさせていただこうと思ってます僕のところでは。でそんな感じでファーストフェーズセカンドフェーズやっていきたいと思ってますのでどうぞよろしくお願いします。 そんなな感じかなでねこの論文試験難しいじゃないですか受かったかどうかねぶっちゃけねよくわからんっていう人もまあ結構いらっしゃると思うんですよ。でなんだ「口実の勉強に踏み込んだらいいのかよくわからない」っていう方がまあいらっしゃるんですけれどもえっとね結論は合格する確率がなんとなく体感50%ぐらい以上あるんだったら口実やってってもいいんじゃないかなと思います。 で2つ理由があってあの論文合格後か3週間でやろうとすると結構ギリギリでなんですよね結構なんか口述試験難しい時期があってこんな感じでねみんな夏からガリガリやろうぜみたいな感じになってて夏からやってる人とね結構差がついちゃってその3週間だとねもうギリギリなんですよね追いもう追いつかないけど、まあ、ギリギリなんとかみたいなそ結構他の人よりもできなかったけどギリギリ。 頑張ってどうにか受かりました。みたいな感じですごい。なんかギリッギリな感じになって、下手したら落ちちゃう可能性があったり、間に合わなかったりとかするのでできればね。夏からね。やっとくのをおすすめします。で、あと、口述の勉強ってその条文青本なんですよね。要はなんで極めてそのベーシックなところであまり無駄変なことやんないで無駄になんないんですよね。だからまあ変な話まちょっと。 論文やっぱダメでしたみたいな翌年また勉強しますみたいな時にも条文が本しっかりやっていくのでまあ無駄にならないっていうのとなんか中にはまあなんかちょっと難しかった頃の受験生さんとかはもう論文じゃない条文が本も結構しっかりやってったのでなんか受験時代こんなに条文が本ちゃんと見ることなかったとでなんか合格後もなんか実務場でも役立ってますみたいな感じ言ってくれる方もいらっしゃるぐらいです。 なので常磐本文の勉強は無駄にならないと思いますのであの迷ったら工術の勉強をすることを僕はお勧めさせていただいてます、えー、私からは以上でございますもしよければ工術一緒に勉強を頑張っていきましょうご清聴ありがとうございました